ラデン・ハジム・ハマド・ハッサン・ラハヤは、インドネシアの政治家、実業家。開発統一党に所属し1977年から1982年、国民協議会議員。広島市への原子爆弾投下で被爆した、港特別留学生、ハッサン・ラハヤとして知られている。慶応義塾大学法学部政治学科卒業。息子の一人が、フレディ・ハッサン。オランダ領東、 インドボホール生まれ、1942年ジャカルタ宗教師班学校を卒業後、ジャカルタ第七国民学校に教員として勤務する。そこへ、太平洋戦争勃発後進行してきた、急に本軍がオランダを排除したことにより、日本の統治が始まる。同年12月に本軍政幹部で働き始める。そして、 方特別留学生2期生に選抜され1944年来日、国際学友会日本語学校での語学研修の後、1945年4月、旧正広島分理科大学へ入学し、教育学を専攻した。なお、2期生は研修中東京大空襲に遭遇している。1945年8月6日、爆心地から約 1.5km に位置した。 大学校内で、アリフィンベイと二人で、マサキ・オサム教授から物理学を受講中に被爆する。マサキが黒板に向かって何かを書こうとしていた時に被爆し、三人とも倒壊した、家屋に渦もれたがハッサンとベイは自力で脱出することができたものの、マサキにとっては最後であった。その後大学の校庭に野宿しながら、他の日本人被爆者の救助に尽力している。 なお当時広島で直接被爆したタ特別留学生は9人、うちインドネシア人はハッサンを含めて5人で、うちハッサンは最後のインドネシア人存命者になる。戦後東南アジアの国々は日本から元の統治国へ主権が戻り、南方留学生はそれぞれの統治国指示のもと帰国することになった。ただこの時点でインドネシア独立戦争が勃発していた。 インドネシア系留学生にとってこの時点での帰国はオランダ新民を認めたことになるとして彼らの多くは帰国を拒否し日本に残って国際学友会からの奨学金あるいは自分でアルバイトをしながら勉学に励んだハッサンによるとインドネシア政府側から帰国指示があったが日本に残って勉強を続けたという神奈川県のアメリカ軍イテゴ団役庫で働いて お金をため、同時に1947年文部省、教育研究所で実習、同年東京文理科大学で調高生、1948年、慶応義塾大学法学部整形学部本科へ、進学し1951年卒業する。大学卒業後は、大阪の貿易会社に勤務した後、1952年、帰国し、ジャカルタで海運会社経営に関わった。 1956年インドネシア、日本友好機関設立に携わった。1966年同協会が創立した、日本文化学院では正規には教団に立ち、日本の文化や日本語を教えていたという。1970年ジャマルディン、マリク国民協議会議員の施設顧問。1976年から、ナフダトゥルラマート・イダムハリド国民協議会議長。 および最高諮問会議議長の施設顧問を務めた。1977年開発統一党から立候補し国民協議会議員に当選し、任期5年務め、1982年から1987年まで最高諮問会議員を務めた。スハルトによる開発独裁政権下で政治・経済分野を担当した。息子のフレディ・ハスさんによると、 1980年前後はアメリカにいた。1986年ダルマプルサダ大学開校の際には創立者の一人として名を連ねた。2005年春の外国人助訓で朝日中受賞受賞。2013年2月、その時点で存命の南方特別留学生の一人である。ハッサンに対し広島大学は名誉博士号を授与する。 2014年11月30日、ジャカルタで死去。91歳没。ありがとうございます。